ファウスト。ファウストは、ドイツの文人ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテの代表作と、される長編の儀曲。前編を通して、陰文で書かれている。ファウストは二部構成で、第一部は1808年、第二部は、ゲーテの死の翌年1833年に、発表された。15世紀から16世紀頃のドイツに実在したと、言われる。 巧妙な錬金術師ドクトル、ファウストスの伝説を下敷きとして、ゲーテが、ほぼその一生をかけて完成させた大作である。ファウスト博士は、錬金術や先生術を使う黒魔術師であるとの、噂に包まれ、悪魔と契約して最後には魂を奪われ、体を死産されたという奇怪な伝説、風文が囁かれていた。ゲーテは、子供の頃、旅回り一座の人形劇、 ファウスト博士を見たと言い,い、若い頃からこの伝承に並々ならぬ興味を抱いていた。そして、こうした様々なファウスト伝説に取材し、彼を主人公とする壮大な戯曲を書き上げた。なお、主人公の名前は幸福な、祝福されたを意味する、ラテン語のに由来する。ドイツ語で、原骨、法を意味すると一致するが、偶然の一致に過ぎない。なお、 人形芝居ファウストに関する最古の記録は、1746年のハンブルクでの講演である。芝居の台本は10種ほどが現存し、そのうち、カール・ジム・ロック編の台本は、ドイツ民衆本の世界 e e 国書館会に訳出されている。この人形芝居の元となっているのは、クリストファー・マーローの儀曲、ホースタス博士の悲劇、1592年頃初演、であり、 マーローが元にしたのは、ヨーハン・シュー・ピース、実現ヨーハン・ファウスト博士、1587年間の英訳であった。擬曲、ファウストはまず、1797年になって、諸行、ハラ・ファウスト、リーフーストから20年の後にこの作品を再び世に送るにあたり、ゲーテがその心境を告白した、ケングル氏から始まる。次に、インドの詩人カーリダーサ。 五世紀作の儀曲、社君タラーに影響を受けたゲーテによって、その体裁に習って、同年に書き加えられた、劇場での善儀が続き、天井の序曲に至って、いよいよ悲劇の本筋に入る。天使たち、ラファエル、ミカエル、ガブリエルのが師匠と共に壮霊に幕開けられた舞台に、誘惑の悪魔、メフィスト・オフェレス、以下、メフィストが滑稽なセリフ回しで、ひょっこりと現れ、 主、神に対して一つの賭けを持ちかける。メフィストは、人間どもは、あなたから与えられた理性をろくなことに使って、いやしないじゃないですかとあざけり、あるはそれに対して、常に、向上の努力をなす者の代表として、ファウスト博士を挙げ、今はまだ混乱した状態で生きているが、いずれは正しい道へと導いてやるつもりであると述べる。メフィストはそれを面白があり、ファウストの魂を、 悪の道へと引きずり込めるかどうかの賭けを持ちかける。主は、人間は努力する限り迷うものと答えてその賭けに乗り、かくしてメフィストはファウストを誘惑することとなる。ファウストが悪魔メフィストと出会い、死後の魂の服従を交換条件に、現世で人生のあらゆる快楽や悲哀を体験させるという契約を交わす。ファウストは、素朴な町娘グレートヒエンと婚をし、 とうとう子供を見ごもらせる。そして相引きの邪魔となる彼女の母親を毒殺し、彼女の兄をも血統の末に殺す。そうして、魔女の祭典、ワルプルギスの夜に参加して帰ってくると、赤子殺しの罪で逮捕された彼女との悲しい別れが、待っていた。皇帝のもとに仕えるファウストは、メフィストの助けを借りて、国家の経済再建を果たす。その後、 絶世の美女、ヘレネーを求めて、人造人間ホームンクルスや、メフィストたちと共に、ギリシャ神話の世界へと立つ。ファウストは、ヘレネーと結婚し、一難を設けるが、決起に流行るその息子はやがて死んでしまう。現実世界に帰ってきたファウストは、巧みな戦術で皇帝を戦勝へと導き、広大な所領を授けられる。やがて海を埋め立てる、大事業に乗り出すが、灰色の女、 憂絵によって、両目を失明させられる。そして、メフィストと手下の悪魔たちが墓穴を掘る音を、民衆のたゆまぬスキクワの音だと信じ込み、その時に無双する幸福な瞬間について、この瞬間が止まってほしいとも言えるのだという思いを抱きながら死ぬ。その魂は、賭けに勝ったから、自分のものだとするメフィスト・ヘレスの意に反して、かつての恋人、 グレートヒエンの天井での祈りによって救済される。ファウストは、明治後期に、森林太郎、森王外により、日本語訳された。これは、最初の漢訳であるが、今日でも評価は高く、近代日本文学の古典として、森林太郎の名で、岩波文庫緑帯、現代日本文学、全2巻、初版1928年に分類されている。なお文庫赤帯、 海外文学は、ドイツ文学者、相良森尾分である。多数の日本語訳が出版された。手塚治虫は、晩年に、劇場用アニメーション企画として116枚に及ぶ、シナリオ原稿を残しており、1999年1月15日に、NHK で、放送の、手塚治虫世紀末へのメッセージで一部のみだが、手塚プロダクションにより、アニメ映像化された。 スタッフ、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。